どうも皆さんこんにちは。寿司屋のサイドメニュー、杏仁豆腐です。さて今回は久しぶりの動画になるわけですが、遅れたのには訳がありましてね。その訳を説明いたしましょう。そうあれはパソコンを起動していて、とっても真面目に仕事をしながら、新しい立ち絵、書きました。ってことでお披露目タイム。どうですか？かわいいでしょう。仕事から帰って合間にちまちま書いてて時間かかっちゃいましたけどね。でも自己満足できるくらいに可愛く書けたからよし。あ、でも皆さん間違えないでくださいね。僕、この見た目でも男なんで。やめてブラウザバックしないで。とはいえ今回の告知はこれくらいなんですけどね。今後はこの立ち絵で動画作っていきますので、これからもよろしくお願いします。そして動画に関する報告なんですけど、ちょっと最近仕事が忙しいので、体壊さないペースで出させてもらいます。短い動画多くなるかもしれません。ごめんね。そしてもう一つはゆっくり実況見に来てくれている方には需要あるかわかりませんが、ほぼ毎週日曜日の20時30分から配信やってます。たまにお友達のチャンネルの配信に参加してるので詳細を知りたい方は Twitter を見に来てね。今後は投稿ペースを上げないためにも、ゆっくり実況と配信をどっちも活動しようと思ってます。見てくれたらとっても嬉しい。というわけで今回の告知はおしまいです。今後ともよろしくね。それでは次回の動画までゆっくり待っていてね。